大門美幸君あ、えー、あの先ほどから森友の問題がありましたので、まあ一つだけあの前回ですね、えー、3月18日に、えー、質問させていただいたこととの関連で一つだけ麻生大臣にお聞きしておきたいというふうに思います。あの私あのその18日の時に、まあ安倍首相がですね、ぶら下がりの時に、えー、いかにもすべて財務省の がやったんだというようなことのやられましたので、あまりにもひどいんで、えー、財務省にすべての責任を押しつけるのかということで、えー、質問したときに麻生大臣がですね、えー、役人だけに責任を取らせるつもりはありませんということをおっしゃいました、実はあの2年前にも同じような質問をして、同じような答弁をいただいていたんで、そのときはあまり気にも気に留めないで、次の質問行ったんですけれど、まあ、よく考えてみるとですね、 今回、赤木さんの手記が出て、ああいうことが出た後でしたので、改めてちょっとお聞きしたいんですけど、あのまた大臣が言われた、その役人だけに責任を取らせるつもりはないという、その真意ですね、あの時先日の時はどういうふうな思いでおっしゃったのか、お聞かせいただきたいというふうに思います麻生太郎大臣。あのこれを今回のの文書改ざんというのはもう たびたい申し上げておりますとおりこれはまことに遺憾な話であってこれは言うしな話ですよこのめったに起きた話私過去に知りませんのでそういった意味では深くお詫び申し上げなければならないと考えておりますその意味で関与した職員等々これ直接関与したこと間違いありませんのでそういった意味でげあの厳正な処分を行わさせていただき減給免許いろいろ,いろいろございましたけど役職停止等々いろいろかなりあの 厳しいいさせていただいて私自身も閣僚企業を自主援納させていただいたりしましたけれどもいずれにいたしましてもこれはあの本省の本省に対して何て本省からの指示に対してあのそれを拒否した人もいるわけですからそういったものに対してそれを反発していたんじゃないかということを。 認定してこれを処分というような意見も随分ありましたけれども命令違反じゃないかと言って処分という意見もありましたけどそういうことをさせるつもりはないということで私ども申し上げたきたところでありますけれどもいずれにしても私どもとしてはこういったようなことが役人政治家だけが 1>, とか1人だけが責任を取ればいいというものではなくて全体できちんと対応すればならないというようなことを含めまして役人に揃ってやった人だけに全て負わせるつもりはないと申し上げております。大門君今後ろからねそれパッと答弁書みたいのが出てきてねあのそれ読みながらおっしゃいましたけどあの時は多分ですねその何もない,ないところであの素直なまっすぐな気持ちでね あのまあ、財務省の,、ね、あのトップとして、えー、政治家もという意味でおっしゃったと私は思ったんですけれどあのだそれだと,れだともう2年前と同じ話なんですけどねやっぱり赤木さんの,あの指揮を受けて、えー、あれだけの、ね、痛ましいことがあってちょっともう後ろからもう答弁書を出すんじゃなくって政治家同士の話を聞いてるわけだからねあの大臣としてあの本当に役人だけにね 押し付けていいのかというような率直な気持ちを私、言われたと思ったんですけれども、何もだからといって、責任を取るべきだとかね、そういう展開をしようと思って聞いてるわけじゃないんだけれども、やっぱり政治家もですね、やはり何の責任もないというのは、あまりにもですね、赤木さんに対して、なんとかな、冷たすぎる失礼じゃないかと思うんですけど、もう一度、そういう点でお聞かせいただけませんか。太郎<う> 今あまり読まなくてむしろ読まなかったんでちょいと見な,がらなかっただけのつもりだったんですけれどもあのこの間申し上げたとおりなんでありまして私どもとしては何て言うのかな内閣議員内閣制の中でこれ大統領選と違いますんで議員内閣制でありますからたんびたんび私どもとしては。 内閣が変わるたびにそこにいる人の長がどん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 ん変わっていくというそういうシステムですからそれですからきちんとした内容のものを行政で作り上げておいてもらわないか、うん、その上で一番上に来る人たちが 中の人に組まれて食べられ,やられたらうちの人はどん,どんどん変えられることになるこれいろんな両方の力関係等々がきちんとした作動しなきゃいかんという難しい制度が議院内閣制で大統領制より議院内閣制の民度の高さが求められている私よく外国人に言うんですけれどもそういったようなものだと思っておりますので私どもとしてはこういったものは両両相まって両方できちんと責任を取っていかない,いかんもんだということを申し上げております。大門 まあ、あの、まあ、後で総理いらっしゃいますから。その政治家の責任ということはですね。えしかも、その、えー、役所の。役所の責任者という内閣の責任者というふうな意味でですね。また、きちっとした、あの、もう少しですね。あの、ものの言い方もあるのではないかというふうに、あの、思っておりますので、まあ、後で総理にも伺いたいと思います。で、あの、今日は税法の前にですね、三月末ということもありまして、一つだけ。あの。 重要な問題がこの間起きてますので取り上げさせていただきます。まあ、ある大手損保がですね、代理店をこの3月末までに強引にですね、えー、整理しよう、もう言ってしまえば廃業に追い込もうとした問題でございます。でしかもその、そういうふうなことを金融庁の指示でやってるんだと、金融庁の名前を使って、えー、地域でね、頑張ってる代理店を、まあ、 契約解除に追い込む、えー、整理、廃業に追い込むというようなことが行われてきましたんで、この問題をちょっと3月ということがあるんで取り上げさせていただきます。で、地域の,あの代理店の問題はですね、この2、3年、えー、麻生大臣のご指示があって、金融庁も遠藤さんも大変頑張ってもらって、事務方も頑張っていただいて、まあ、民民のことではあるけれども、えー、優越的地位の乱用があってはならない、えー、顧客本位の こといてた立つ人はならないという点があってあの、いろいろ指導もしていただいて、えー、少しずつではありますけれど、改善が進んでまいりました、また西田さんとか大塚晃平さんにもですね、激励をしていただいて、党派を超えて、あのこの問題あの、前へ進んできたと思っております、そんな中にですね、またこんなことをやるのかということが起きたわけでございまして、あのいろいろ反省するふりをして、実際は平気で、 相変わらず優越的地位の乱用を行っていたというのが、ある大手損保トップですよ、これね、の問題でございます。資料をお配りいたしましたけれど、まあ、要するにいろいろ書いてますが、あの何をしようとしたか、まあ、あの今,今の時点ではあの是正をしましたんで、名前はイニシャルにしてあります。えー、もう名出しはやめときました。今の時点では改善するということなんで、まあ、最大手の損保でございます。何をし,しようとしていたかというと、まあ、要するにですね、3月の末までに、 契約している各代理店に対して、事務局員、事務員を含めて、3人以上の体制にするか、あるいはもう代理店を廃業して、大手の代理店の募集人になるか、あるいはこの大手損保の直営の代理店の使用人になるかと、この3つを突きつけたわけですね、その選択を迫ったわけであります。それをやらないと契約解除をする つまり代理店によってはもう廃業せざるを得ないということですね、でしかもあの資料の一番下の欄にありますが、金融庁からこれやらなければ、金融庁から行政処分を受ける可能性があると、金融庁の名前を使って、えー、小規模の代理店をまあ一掃しようとです、ね、一律切り捨てしようとしたわけであります。まず金融庁を確認しますが、こんな方針、金融庁を出した覚えがありますか。 金融庁栗田監督局長。あのお答え申し上げます。あの金融庁におきましては、あの保険契約者保護の観点から。 保険代理店に対して体制整備を求めていると、えー、いうことではございますけれどもただしその内容は代理店の規模とか特性に応じて行われるべきものでありまして一律の要件を定めるものではないというふうに考えておりますあの損害保険会社が代理店とどのような関係を構築するかにつきましてはこれは経営判断の問題ではございますけれども、えー、代理店の投配を行うような場合には代理店というか 話をしてより丁寧な対応が必要であるというふうに考えてございます。大門めきし君、えー、ありがとうございます。で、二月の初めにですね、私の部屋にあのこのおまあ S 損保としておきますけれどの方来てもらって、金融庁同席の上でヒアリングをいたしまして、こんなことがあっていいのかという指摘をさせていただきまして、でその後報告がありました。で、金融庁にも報告がありました。 要するに、これはあるこの S 損保のある死者のがやったことだと、本社の方針ではないと、まさにかなんかね尻尾切りですよね。でえー、ということで、えー、いう報告をして、であのただ、この S 損保は3月末までに代理店を行って整理するというのは、これも本社の方針であったわけであります。 でこの S 損保なんですけど全体として是正する方向には今なっております金融庁の指導もあってですねで私宛てにも調査報告書が来て、まあ、ある社がやったことだというふうにしておりますけどいずれにせよ2月の14日,に14日に社内で緊急衛星放送を副社長が全社に行いまして注意喚起をして えー、一つは金融庁の名前を使うなということですねで、もう一つは年度末の期限を区切るなということ、であとはちょっと抽象的に代理店、えー、とともに将来を目指していくと、と、まあ、ここなんから、ね、抽象的になってるんですけど、要するに、えー、小規模の代理店を整理していくということを撤回したとかです、ね、はっきりと出てないんですよね。 この S 損保は繰り返し繰り返し代理店に対して乗り上げを拒否をしたりいろんなことをやってきたしかも一番ですよね、トップ企業がこのことをやってるんですけどまあ今回これだけのことがあって副社長が社内の緊急衛生放送をやるぐらいですからまあ相当、金融庁の名前を出したということを後悔しているんだと思いますけれど根本的にあの反省したのかどうかちょっと分からないところがあるんですよね。もう3月末でございまして これ4月に入ってからで結構ですけれど、言葉だけではなくて、本当にこの S 損保の中で、えー、そういう小規模代理店が一斉に整理されるようなことが実際に起きなかったかどうか、この副社長の緊急衛星放送で本当にストップになったかどうかですね、これはあの、まあ、あの後で結構ですけど、今日はあのそ,のそれを確認してほしいということだけあのお願いをしておきます。でもう一つはですね これもあのこの委員会で取り上げさせてもらったあの代理店の委託契約書の問題です、えー。要するに、これも金融庁の努力でだ,だいぶ改善していただいております、えー。優越的地位乱用、優越的地位の乱用の、えー、と疑われるような契約書になっていた問題でございまして、一つはあの大,大手損保の方がこの代理店を信頼できないと判断したら、 あの契約解除ができるというようなですね変な項目があったんですね、これがこ今年この4月の1日からえほとんど削除されると、大手代理店のですね契約書からなりました、三井住友が格付けという言い方で代理店を格付けするというようなことを委託書契約書に書いてあるんですが、これも削除するということになりました。これは金融庁ののご努力のおかげだという,ふうに思って おりますでただ、これもですね大手損保はなぜ削除したかという理由を一斉に同じような言い方してるのは、分かりやすさを向上させただけだと、分かりやすくしただけだというようなことで、何の反省もないんですね、これもですね。でただ、共栄火災だけはですね国会の議論を踏まえて、こんなことをこういうふうに書いてます、あのー、国会でこの優越的地位乱用の問題が、問題になっている背景を鑑みてですね、 えー、そういう乱用の恐れが、乱用と解釈される恐れがある、えー、条項を削りましたということで、大変あの正直に共栄家災だけが、えー、率直な見解を出して、委、え、託、ー、契約書を改善した理由を述べております。他の大手は、さっきの S さんもそうなんですけど、国会で取り上げられて、金融庁に指摘されて、まあ、小出しに改善はこうやってするんですけれども、 根本的にこう分かっていないと言いますかね、根本的に、あのなんて言いますかねあの、全然是正する姿勢があまり感じられないところがあるんですよね。で、これはあのお、まあ、あの徐々には改善していってますので、時間がかかるかわ分かりませんが、えー、最後に麻生大臣にお聞きしたいのは、これもちろんあの民の、ね、民民の契約とかいろいろあるんですけど、本当にあの地域で最前線で災害も多いですよね、頑張ってもらっている、 代理店がです、ね、あの経営努力はもちろんやりながらですけれども、えー、頑張ってもらうというためには、この大手の側からです、ね、大きい方から勝手な戦略でどんどん切り捨てていくというようなことはです、ね、顧客の利益にもつながらないんじゃないかというふうに思いますので、改めてこういう点も含めて、あのご指導をお願いしたいというふうに思いますが、えー、麻生大臣のお考えを聞きたいと思います。麻生大臣これも <coughs> 地方に住んででいなとよよく分かん,ないんですよね多分あの損保代理店っていうのはいろいろ小さいのから昔からやっとられるところから急にやめてやられてるところから含めまして損保代理店っていうのは意外と。 あの地域によく密着しとられる方っていうのは結構おられるように私のような畜舎みたいなところにおりますと特にそういう感じがするんでまあ京都ちょっとよく知りませんけど似たようなもんじゃないかなと思っております従いましてあのこの市のものが大事だっていうところを分かってなきゃこういうことになっちゃうんですよそこのところですからまあそこの上の人たちがきちんとそういったところを理解していれば。 そのこの人の話は起きないはずなんですけど、まあその人間関係とか支店長が変わっている時の昔の人,の人間関係とかいろんなものが感じてきますんでいろんなことが起きいんだと思いますけど、とにかくあの大きな方が一方でにっていうようなことがないようなことにはしておかないかというところだと思います。大門美紀氏くん、ぜひあの引き続きご協力お願いしたいと思います。これは本当にあの党派を超えた問題でございますので、えー、各先生方もですねご協力お願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 浜マダ。